はい、中3の英語ですね。次回いよいよ統一テストでございます。それなんでね、まあ、今日も過去問ということで、まあ、大問6をね見ていってみようよということでございました。まあ、相変わらずの、ね、この空欄に、ね、この適する語を入れつつ、でまたね、その必要があれば形を変えてくださいという問題でございました。今回出てる言葉は by、ね、speak、write、come、use、bring、sing、ね、あの動詞ですね。 by、買うですよね。 speak、話す、write、書く、come、来る、はい、use、使う、bring、まあ、持ってくる、sing、歌う、なんてことですわな。なんで今回は全部動詞ですので、まず動詞の形を変えてくれと言われた時、まあ、当然に原型で使う場合はそれはそれなんだけれども、まず三単元の S、ね、可能性としてね、それから ing、ね、現在分詞ですね。でまた過去形にしたり、また過去分詞形にしたりっていうところですかね。はい、ですので、はい、まずは原型、三単元の S、ing、過去形、過去分詞形、まあ、大体この変化ですよね。まあ、こいつということになりました。はい、では見ていってみましょう。はい、This is my favorite song ということで、これは私のね、まあ、お気に入りの大好きな歌づらよとね言ってるんですね。そして Who's なんたらね、Who だから誰が、誰がなんちゃらって聞いたら、あ、マリコ is、あ、マリコだよって言ってるんだね。はい、だから、お気に入りの歌なんだよっていう風に言って、誰がっていうことですから、どれがいいです、買う、話す、書く、来る、使う、bring、持ってくる、歌う、そう、やっぱり誰が歌ってるのってなるのが良さそうな気がしませんか。そうですから、 sing を持ってこようかというところですね。さあ、じゃあ次の形どうしましょうね。who's、who is っていうことですよね。who's っていうのはね、ですから B 動詞が出てる、はい、B 動詞が出てるってことで、ね、動詞原型のままでは使えなさそうだ、やはり形を変える必要があるぞ。はい、そこで、はい、誰が歌ってんの、そう、ここではですね、進行形にしてあげるのがいいかなというところですね。はい、ですので sing という動詞、はい、ing の形にしまして、 who's singing、 誰歌ってんの、おお、マリコだよっていうことですね。こんな流れでした。そして Do you know her? ね、彼女、あなたは彼女のこと知ってんのって言ったんだね。そしたら No, I don't. いや、知らないよっていう話になってきた。で、Her lyrics、ね、まあ、あの歌詞という意味ですね。ですから彼女の歌詞はね、also very nice な、also あるので何々もっていうことですね。彼女の歌詞もはとても、そのね、歌詞もだから、まあ、曲ね、曲も素敵なんだけれども、歌詞もとっても素敵なんだよっていう風なところで来たわけですね。で、she なんたら the lyrics by herself ね、彼女は彼女自身で歌詞を買う、話す、書く、来る、使う、持ってくる、歌う、はい、ということで、はいね、自分自身で、つまり作詞もしてるよっていう意味で、歌詞も書くんですよっていうことでしょうね。はい、ですから書くですから、ここでは write を持っていきましょうということですね。で、お、by があるから、あの受動態受け身かなとかも思うんですが、空欄一つしかないのでね、例えば B 動詞とかね入れて過去分詞なんていうんであれば、まあそれはそれでね、あの受動態なのかもしれないんだけれども、はい、ここは単純に、まあ、書く、write ということでね、いいんじゃないかなというところですね。ただ、はい、主語が she、はい、三人称単数なんですね。はい、ですので、はい、書く、write ですけれども、三単元の S をつけてあげてね、はい、writes としてあげようかということでした。はい、彼女は彼女自身で歌詞を書きますということですね。はい、そして last year、 去年、はい、one of her songs ね、彼女の歌の一つが、はい、one of ね、何々の一つでしたよね。 one of 複数、何々の一つ、はい、ですから彼女の歌の一つが was なんちゃら in the popular drama、人気のあるポ、ね、ドラマの中で、はい、やはりまた B 動詞が来て、
まあ、B 動詞来てるからさ、ね、ING のも持ってくる、または過去分詞を持ってきて受け身受動態。さあそこで今回は受動態受け身がね、新たに追加されてくる項目なんですよね。ですから、まあ、受動態っていうのはね、もう本当に疑ってかかっていいかとは思うんですけどもね。はい、ここでそう B 動詞が出てるね、人気のあるドラマの中で、彼女の歌の一つが、はい、一つが買う、話す、書く、噛む、使う、ブリング、ね、持ってくる、歌う、はい、そう、使われたとなるのが良さそうな気がしますね。はい、ですからそう、use を使いつつ、B 動詞に過去分詞、受け身、受動態ですね。これは規則変化ですから、use としてあげればいいでしょう。はい、in a popular drama。ということで、ね、人気のあるドラマの中で、そのね、歌が使われたんだってよ。はい。そして、マリコ released a new CD。マリコは、新しい CD をリリース、ね、まあ、発売したわけですね。はい、そこで、and I なんちゃら it yesterday。お、yesterday とあるから、やはり動詞を突っ込むにあたり、過去形にしてあげる必要が出てきそうですよ。はい、じゃあ、新しい CD が出た。はい、私は昨日、それを、はい、何に締めます？まあ、買ったと行くのが良さそうですね。はい、ですから、buy を過去形にしてあげましょう。はい、buy は不規則変化です。bought, b-o-u-g-h-t ね。I bought it yesterday ね、いうことでしたね。はい、そして、do you want to listen to it? ね、あなた、それ聞きたいですか？ね、新しい CD 買ったからね、聞きたいですか？って言ったら、主はもちろんですよ。ね、あ、わかったわかった、OK。I do なんちゃら it more. の明日それを、なんとかするよ。ね、はい、ということですね。I do っていうことですから、will, I will ね、明日、それをなんとかするよ。まあ、未来の形、will の後ですから、ここは動詞原形で使ってあげればいいでしょう。新しい CD が出た。私は昨日それを買った。聞きたい？お、聞きたい。じゃあ明日持ってきてあげるよっていうことでしょうね。はい、ですからここでは持ってくるということで、ブリングというのをね、入れてあげたらよろしいかなということでございました。はい、ということでね、まあ、今回は出てる言葉がすべてね、動詞だったので、まあ、3単元の S、まあ、原形、3単元の S、ING、過去形、過去分詞、まあ、ここら辺の形の変化っていうのをね、まあ、疑ってかかればよろしかったということではございました。名詞が来てたらね、まあ、大体ですけれどもね、複数形にしてあげればいいのかなっていうところが多いような気がしますけれどもね。はい。まあ、ちょっととりあえず今日はこんなところでございました。はい。では、次回、頑張りましょう。